こんにちは、アリティンチャンネルです。今回ですね、リアルの V767-300 のプラモデルを作りたいと思います。はい、今までアリティンが、ギャルおかけコレクションで V767 もゲットしたし、はい、あの日本のエアラインの側眼ですね、これ、スケールが500分の1です。リアルですけども、ちょっと塗装が違うんですね。はい、これが 300ER です。おー、いいですね。ということで、今回は、はい、じゃじゃーん、おー、かわいいですね。ちょっとね、キットが古いです。はあ、ちょっと苦戦するかもしれないですね、あのデカールで。はい、767、かわいいですね、北海道。これがいいですね。はい、ルイさんのプラモデルです。はい、じゃあ開けましょう、早速。おー、これでちょっと白い色が、あのもう、白いんだけどちょっと黄色くなってくるので、ちょっと白く塗装します。はい、台車もあります。はい、デカールです。おー、これちょっ と, とあの苦戦するかもしれないけど気をつけなきゃいけない。はい、あとはラインナップですね、他の紹介です。はい、で最後にもう取説がもう色がもうこうなってますもう、はい、はい、もうということで、組み立ては非常に簡単です。この1枚だけでいます。あとスタンドのためにこれを穴開けなきゃいけないです。はい、デカールと塗装ですよね。使ってるのは今ホワイト、シルバー、あとブラックと、あのエアカップグレー、あと他のところグレーにありますね。ここは、はい、ちょっと塗装してみたいと思います。まずボディは全部グレーで、あの翼のところは、まずシルバーに、してから最後にちょっとあのグレーに、真ん中のグレーに塗装します。はい、ということで、じゃああとエンジンのところも白いですね。はい、今から塗装していきます。はい、では、今から作りたいと思います。少々お待ちください。はい、塗装ができました。胴体は白くしますね。これはあの水準前の塗装で、まあ、これを塗装されたもの。はい、綺麗に色、あの黄色、あ、ホワイトになってますね。はい、使ったものはもういつものスペースサークルの一番のホワイトです。で、翼あたりは全部シルバーにしました。おー、これもミスターカラーのシルバーでスプレーしました。はい、で今回はですね、ジャルの塗装にしたいと思います。これもこれはシルバーにして、で、あの真ん中は今回はグレーにします。はい、ニュートラルグレーを塗装したいと思います。はい、では今からちょっとマスキングテープを貼ります。少々待ってください。はい、マスキングができました。こういうふうにその真ん中のところを、これから、グレーで塗装したいと思います。はい、これ裏と表ですね。あ、後ろの水平尾翼と、ま、あ、メインのところですね。はい、じゃあちょっと今から塗装します。はい、塗装ができました。はい、どうこうなってます。さあ今から開けましょうか。じゃーん、上手にできてるかな。おお、いいですね。今のところ上手に、あ、結構良さそう。はい、じゃあ翼のところ、はい、おお、いいですね。あ、こちらもいいですね。はい、前の方は、おお、上手にできてます。おお、いいですね。あと隣は、片側も前もいい。ああ、これも綺麗にできてます。よかった。おお、いいですね。はい、ここにできてます。おお、綺麗に。ではボディももうできてるし、はい、今あのエンジンも、はい、組み立てました。はい、じゃあ今もう一個ですね。はい、今から組み立てます。と、
最後に、はい、あと最後はレカですね。これキットは古いのでレカがもしかしたら貼りにくいかもしれないですね。ちょっと挑戦します。はい、では少々お待ちください。はい、できました。 ARB のボーイン767-300 です。意外にね、レカールは大丈夫でした。綺麗に貼りました。やったー、よかったー。はーい、で細かいところまでここ結構まあ、試される大地の北海道。おー、いいですね。あとここ足が一歩前にできるだけ、あ、できる雪が進む雪があればきっと何かが始まる。おお、いい言葉ですね。はい、おー、全部綺麗に塗装できました今回は。はい、最後に、レカルはコート、トップコートでコーティングしました。はい、後ろ凝ります。これ台車にの穴をつけました。イエーイ。おー、この機材ですね、あの JA98AD というのはエアルを発足してから運用された、機械の 1号機ですね。ボーイン767-300、はい、1998年から、運行されまして、で、今年ですね、2021年2月についに待機しました。これの兄弟も、JA01SD も待機しました。現在エアルは767まだ4機を運行して、それ以外には737ですね、すべて、ANA から転籍されました。まあ、もともと AR は、ANA と関係が深いですね。で、AR を98年に発足してからちょっと2002年に一旦経営破綻して、でその後 ANA が経営支援して2005年に再建が終わりました。で、はい、おお、1号機がお疲れ様です。もう待機しました、されました。おー、いいですね、かっこいい。ではこれからちょっとターンテーブルに乗せて、展示します。はい、エアルがターンテーブルで回ってます。おー、綺麗ですね。やっぱりターンテーブルで買ってよかったいいですね、上から見て。そう、下の方ももう、まあ、鏡なのでよく映りましたね。おー、北海道インターナショナルエアラインズですね。もともと名前は北海道 国際航空会社です。で、2012年に名前、社名をエアドゥに改名されました。国際線という、国際ということは、まあ、2014年からやっとチャーター便として、国際線を運用することになりました。今まあ、ちょっと飛んでないかもしれないけど、前までは台湾に飛んでます。早く乗ってみたいですね、やる、またいいですね、かわいい。はい、ではちょっと、スタンドに乗せます。少々お待ちください。飛んでる、エアルです。おお、いいですね、スタンドもいいですね。これで回転で回って、やっぱり兄貴は飛行モードの、まあ、飛んでる姿の方が好きですね。じゃあ旅客エアラインもその台車が欲しいはい、というふうにこういうふうに飛んでます。おー、綺麗に。今度ジオラマ作ります今 YouTube で勉強してます。ということで、おー、いいですね、ぐるっと回って回転して、かっこいい。はい、以上です。アリシンタでした。今回はボーイン767のエアルをプラモデル作りました。はい、かわいい旅客機ができてすごく嬉しかったです。さあ、はい、では皆さんチャンネル登録お願いします。またね、バイバーイ。